おはようございます。森田ひろみです。旧盆はいかがでしたか？親戚近所が集まるのもこの時ですよね。いろんな話に花が咲いたのではないでしょうか。さて今日の日曜日は旧盆も終わってほっと一息してらっしゃる方多いですよね。沖縄ローカルパワー我が家の味、今日ご紹介しますのはご主人がエジプトご出身のサムニーさんご一家です。アイサムニーさんのふるさとはエジプトのカイロ。エジプトといえば思い出すのがピラミッドやスフィンクス、あるいは世界最大のナイル川ではないでしょうか。カイロの街にはイスラム教徒がお祈りをするモスクが立ち並び、信仰の深いところでもあります。気候も多少沖縄に似ているようですが、夏は日中40度近く気温が上がりますが、湿気がないのでとても過ごしやすく、ほとんどクーラーがいらないそうです。さて沖縄が大好きなアイ・サムニーさん、奥様のケイコさんが良き理解者になって今日まで頑張ってこられました。先日宜野湾市のお宅にお邪魔してお話を伺いました。それではサムニーさんからみんなご紹介していただきたいんですけれども、こちらの友達のアリーさんですね。はい、よろしくお願いします。スーダンから、いらしてますが、今琉球大学の方で工学部で大学院として勉強しております。そうですか、はい、アリーさんもどのぐらいになられるんですか、沖縄来られて。私は去年の2月に来ました。今1年半ぐらいですね。言葉の方がすごく上手ですね。1年半それほどやりません。沖縄に来てから日本語勉強なさったんですか？はい、実は私は3年ほど前に日本に来て、6ヶ月間日本語を勉強しました。はい、私19年前にエジプトのカイロから、やってまいりました。はい、サムニーと申します。はい、現在は貿易関係の仕事をしております。そうですか。はい、それから10年前に、はい、沖縄の素敵な女性と結婚して、はい、この際3名の子供を産みました。普通はデスクとか、喫茶店とか、はい、こういうところで付き合いますよね。実は病院で付き合って、たまたま私前はサッカーやってたもんですから、沖縄来てからまた膝の方に、痛めまして、それ病院で入院して、たまたま、隣のベッドで彼女のお父さん入院してたんですよ。その時に付き合って、それまあ沖縄の一つの優しさに憧れて、結婚してしまいました。そうですか。入院してる時一番問題はですね、私にとって一番問題は食べ物だったんですよ。豚肉食べないもんですから、宗教関係で、それ、なかなか病院の、ご飯美味しくなくて、で彼女はいつもピザとかハンバーグとか持ってくれたんですよ。優しいなと思って、それにもやっぱり憧れて、反対はありませんでした、恵子さん。もちろんありましたけど、説得しました。ね、でもすごく優しそうな方ですし、お父様もね、随分気に入ってくださったでしょうね、入院の時から。そうですね、人間的には認めてましたから、ただ国が違うだけで。なるほどね。その異郷の地でね、お仕事を始めるっていうのは大変だったんじゃないかしら。そうですね、やっぱり、まあ、一人で、決めたことですから、でも彼女もそばにいたもんですから、支えてくれて、それから、沖縄の皆さん、友達もその時いっぱいできて、友達、沖縄の友達、沖縄の皆さんが支えてくれて、それ今日まで、皆さんのおかげで、やっております。そうですか。はい、どんなパパですか？優しい。優しい。怒ると怖い。怒ることもあるの？どんな時怒られるの？ほとんどないですよね。ほとんどは間違ってやっちゃう。そうか。今は夢中になってることがあるんだよね。何やってる時が一番楽しい？アリク。サッカーね。サッカーはお父さんの影響なんですか？自分から？そう。お父さんサッカーやってたんだってね。サッカーの話聞いたことある？
ある？教えてもらうこともある？教えてもらうことある。そう、あ、でもラッキーだね。そう、お父さんずっとやってらしたんですか？若い頃。エジプトでは、大体23歳までやったんですよ。それエジプト大本だったもんですから、それ膝の方に怪我して、それで辞めたんですよね。辞めてから日本に行ったんですよ、はい、それからあの弟のね、おさまくん、ね、何年生？1年生。おさまくんもサッカーやってるの？楽しい？大きくなったら何になりたい？サッカー選手。嬉しいですね、お父さん。ねえ、それからお姉ちゃんがあのソフィー、はい、何年生？4年生。どこの小学校？専門小学校。あ、そう。弟さん2人はサッカーしてるけど、お姉ちゃん何が一番好き？テニスやってます。そう、じゃあスポーツ一家ですね。あの子供たち育ててらして、そのご自身が育ったエジプトとね、教育の大きな違いみたいなのを感じることありますか？そうですね、教育などとですね、日本の場合は非常にあの、競争が激しいなんですよね。もちろんあの競争がないと伸びないですけれども、日本の場合は競争があの激しすぎるなんですよね。こんな小さい子供を2年生から3年生からいろんな勉強をたくさん勉強させて、塾とかいろんな、勉強だけさせるんですよね、あの日本の場合は、もちろん勉強させることはいいことですけれども、やっぱり子供は子供の時子供らしく遊びさせたいなんですよね、エジプトでは、夏休みは4ヶ月間があるんですよ。4ヶ月、はい、うわ羨ましいね。ほとんどですね、あのそれはあまり良くないかもしれないけど、ほとんどはあの宿題がないんですよね、はい、夏休み。それこの4ヶ月も思い出たり、遊んだりするんですよね、いろんな人と会っていろんな遊びするんですよ。子供らしく、できるんですよね、日本の場合は、日本の子供本当にかわいそうと思うんですよね。そういう子供らしく、の遊びはできないですよ、夏休みでも塾の宿題、学校の宿題、部活、いろいろありますよね。忙しいですね。いいことはいいんですけれども、やりすぎと思いますけどね、じゃあもうちょっと伸び伸びと。そうですね。じゃあもう今はあのエジプト式でお子さんを育てていらっしゃるわけですか？間に立ってるんですけどね、エジプトと日本のやり方、日本のやり方のいいところもちろんありますけれども、いいところとって、エジプトの、いいところもとって、やってるつもりですけどね、どうなるか分かりませんけど。なるほどね。アリさんはね、来られてまだ1年半ぐらいですけど、そうですね、やっぱりなんか感じることあります？日本に来て習慣とか風習とか教育でも、何でも。もうやっぱりもう、あの日本、あの沖縄に来てからあのサムネさんと知り合って、サムネさんはいろいろ世話になっています。本当ですね、同じ国の人が異教の地でいらっしゃるというのは心強いですよね。そうですね、あのサムニさんがエジプトのご出身ということで、あの地域の方々になんかこう文化交流というか、そういうこともなさっていらっしゃるんですか？はい、まあやっぱり、もともとエジプトですから、よければエジプトの文化、エジプトの習慣、沖縄の皆さんに紹介しようかなと思ってるんですよ、それであのいろんな学校に、呼ばれて、エジプトの話とかですね、エジプトの料理とか、させてもらってますけどね、沖縄とエジプト似てるところが、たくさんあるから、できればエジプトの、文化、習慣紹介したいなと思ってます。でも子どもたちも一緒にエジプト行かれて、いろんな勉強したり体験なさったりしてるんですよね。はい、うちの子供も去年は夏休みの時に行って、もちろんプラミッドのナイル川とか、大事なところをエジプトで、見せましたので、非常に勉強になったと思いますけどね、お料理なんかはどうですか？日本さっきね、病院に入院していた時にとても困ったっていうお話してらっしゃいましたけど、はい、沖縄のお料理。沖縄の料理大好きですよ、うち
豚肉食べないだけですけどね、あとはもう何でも食べますけどね、まあ、特にゴーヤチャンプルとかですね、もちろん刺身もですね、問題ないですよ、大好きですよね。そうですか、はい、じゃあもう恵子さんがお作りになるのは、まあ恵子さんはたまに作ります最初はもう手伝いの形で、作ったんですが、たまたま子供はお父さんの料理好きになって、困ってしまってるんですよ、まあ、毎日作らないといけなくなっちゃってじゃあねえ、アリ君どう、お父さんの料理大好き、一番何が好き？コシャリっていうのは豆ご飯なんですよ、エジプトの豆ご飯ですよね。コシャリっていうのは大好きなの。そう、これトマトサラダ、これナスビサラダです。ナスビサラダ、向こうでもナスはよく使うんですか？よく使います。いただきます。はい、いただきます。いただきます。じゃあ今日はアリ君が大好きだというエジプトのコシャリです。コシャリいただきます。みんなエジプト行ったことあるんだってね。一番何が感激だった？初めて行った時、アリ君。プールが楽しかった。プール？エジプトのプール、日本のプールと違うの？ね、自分の別荘に、別荘持ってるの？エジプトに、アレクサンドリアっていうの町に市中海の方がありますよね。そこの方に別荘があるんですけどね、プール付き。すごい。それは一番楽しかったみたいです。恵子さんはどんなところが一番印象的でした？エジプト行かれて、こういうふうにしてコシャリは向こう行ったらそんな食べないんですよね、すごい、ごちそうの中には入らないんですから、庶民的な、あとはもうカバブハラとか、カレーが好きな、すごい豪華な食事で、これいっぱいですけど、お食事、もう食べれなくてダイエットできないのと、出されたら食べなくちゃいけないですよね。エジプトの帰るの街はさ、いつもお店とかも夜中まで開いてて、もうクラクションとか鳴ったりして明るくて、夜でも明るいから、それが気に入って。夜がすぐ寝たらすぐ朝になってる。そうか。寝ないうちにも朝になっちゃうのか。だいたい2時か3時まで起きてるんでしょ。そう。親も一緒に起きて、もうお店も朝まで開いてるんですよね、夏休み。本当にもう夜中の3時でも華やかなんですよね。将来のみんなの夢を聞いてみようかな。3年か4年間ぐらい滞在することになっていますけど、ここに書いて多分大学の先生になるかもしれないです。大学の先生に。そうですか。ゾヤもテニス選手、世界一になりたい。わあ、すごいね。少しの間、エジプトにいて、ブラジルに行ったサッカーのプロになってる。プールとサッカー、水泳選手とサッカー選手、すごいね。もうお父さん楽しみだね、お母さんもね。今お店の方もやってらっしゃいますけれど、将来的にはどんな風に考えてらっしゃいます？今はまだ現役で、何年かしたら趣味程度あといろんなところ、この子と一緒ですけど、いろんな国回ってみたいですね。なるほどね。じゃあサムイさん。そうですね、私、来年20年になりますから、沖縄来たのは、私に会ったこと、沖縄で20年の間私に会ったこと、私体験したことですね、本に書きたいなと思ってます。それも今この辺は書いてる途中ですから、できれば来年、20年になりますから、この本に出したいなと思ってます。そうですか。ぜひ出版なさるときはお知らせください。大いに PR したいと思います。よろしくお願いします。どうも今日はもうありがとうございました。サムニーさんは日本とエジプトの間に立って子どもたちを教育しているって話してらっしゃいましたけれど、奥様
様はいや、まだまだエジプト寄りでもっと勉強を重視してもいいのではないかしらと話していました。でもその奥様も親離れするまでは子どもたちとしっかり向き合っていたいということで、普通でしたら美容室は火曜日定休日なんですが、それを日曜日に定休日にしてらっしゃるそうです。で、恵子さんの趣味は豆フラワーなんだそうですが、これもご主人の理解がないとできないことですよね。ところでエジプトには別荘があるという話をしてらっしゃいました。プール付きの200坪の別荘だそうです。また他にも80坪のマンションを持っていらっしゃるということでした。日本では土地もそれから住宅も高いので建てられないからエジプトで建てたと話していらっしゃいましたが、なんとも羨ましい話です。そんな話をしていると長女のソフィーちゃんは今すぐにでもエジプトに飛んでいきたいと目を輝かせていました。そんな話をずっとしていまして、エジプトは治安もよく、それから人々も大変人情が厚くいいところですよっていう話をしてらしたので、私はぜひとも一生に一度はピラミッドを見たいと思っていますので、来年の夏あたり行ってみようかななんて思っています。さて来週の我が家の味もどうぞお楽しみに。